朝鮮労働党総書記で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員長の敬愛する金正恩同志の指導のもと、朝鮮人民軍第1回指揮官政治活動家講習会が、7月24日から27日まで、革命の首都平壌で行われました。朝鮮労働党中央委員会と、朝鮮労働党中央軍事委員会は、国家防衛力の中枢で党の革命武力である朝鮮人民軍の軍事的政治的威力と革命的な闘争精神を一層強め、党中央の重大な軍事戦略戦術の思想と情勢の変化にふさわしい軍隊建設の方向と方針を軍事政治幹部に再び浸透させ体得させるため、全軍の軍事政治幹部の大会合を招集しました。軍隊建設史上初めての今回の講習会は、朝鮮人民軍の各級部隊、連合部隊、大連合部隊を朝鮮労働党の導きに忠実に従う鋼鉄の政治思想の強兵、無敵必勝の戦闘隊伍に固め、この永遠の課題の実行で軍事政治幹部が根幹としての責任と役割を果たすよう目覚めさせ、奮い立たせ、励まして全面的に再武装させることに主眼を置いて行われました。講習会に朝鮮人民軍の各軍種、軍団、師団、旅団、連隊の軍事指揮官と総兵員が参加し、朝鮮労働党朝鮮人民軍委員会執行委員会の委員と、朝鮮人民軍総政治局、朝鮮人民軍総参謀部、朝鮮民主主義人民共和国国防省の人たちが出席しました。敬愛する金正恩総書記が講習会の開講の辞を述べ、初日の会議を指導しました。主体的革命武力の強化発展で、また一つの明確な理想を立てる朝鮮人民軍第一回指揮官政治活動家講習会が7月24日に始まりました。金正恩総書記が軍事政治幹部講習会を指導するため、会場の4月25日文化会館に着くと、朝鮮人民軍指揮メンバーが出迎えました。4月25日文化会館で共和国武力の最高司令官を迎える軍隊の儀式が行われました。朝鮮民主主義人民共和国の国歌が厳かに奏でられ、金正恩総書記に朝鮮人民軍儀仗兵の大将が出迎えの挨拶をしました。金正恩総書記は朝鮮人民軍儀仗兵を採取し、軍種軍団級の指揮官と大連合部隊の栄光の輝く軍旗を採取し、軍の指揮メンバーに会いました。金正恩総書記が朝鮮人民軍朴槿惠総参謀長、朝鮮人民軍クォンヨンジン総政治局長、リー・ウンギル国防相、朝鮮人民軍大連合部隊の部隊長たちと共に会場の幹部団に着くと、参加者皆が挙げる嵐のような万歳の歓呼が場内を揺るがしました。金正恩総書記が開講の辞を述べました。総書記は国中の人民が革命の新たな勝利を目指して権人不罰の戦いを繰り広げている中、朝鮮人民軍第一回指揮官政治活動家講習会が意義深い戦勝礼を前にして行われるとし、第8回党大会以後、人民軍の初の会合として、全軍の部隊、連合部隊、大連合部隊の軍事政治幹部の大会合を開いた目的について述べました。そして、党中央は革命の前に起こされ厳しい難局を乗り切り、新たな勝利を収める上で、人民軍の各軍種、軍団と師団、旅団、連隊の強化が持つ意味を特別重視している。軍事力強化の第一線で、そして国の繁栄と人民の幸福のための大建設現場で奮励努力している各級部隊の軍事政治幹部を片時も忘れたことがない。意義深いこの席を借りて、全軍の軍人たちに熱い戦闘的挨拶を送る。全軍の師団と旅団連隊が全て準備ができていれば、いかなる脅威も恐れることはなく、朝鮮革命の勝利の前進は問題ない。人民軍の各軍種の司令官と軍団長、師団長、旅団長、連隊長をはじめ、軍指揮官と政治委員はいつにも増して発奮して立ち上がるべきだ。
こう述べ、軍事政治幹部の作戦指揮能力と部隊管理の水準、政治実務の資質について詳しく分析しました。金正恩総書記は、人民軍の軍事政治幹部が、今回の講習会を大規模で招集した党中央委員会と党中央軍事委員会の意図をはっきり知った。部隊全般のことを深刻に検討して総括し、優秀な経験を交わして弱点や変更を克服するための方途を見出すべきだ。各級軍指揮官と政治委員は今回の講習会を総じて、軍種、軍団、師団、旅団、連隊の強化の重要性と党の軍隊建設政策の方向と方針をさらに深く認識し、そのための妙術と方法を見出し、自分自身を革命的に収容し鍛錬するまたとない大事な契機として、一つでももっと学ぶため積極的に努力すべきだと述べました。さらに講習会が全軍の軍事政治幹部を労働党の革命部落の真の指揮メンバーとして準備させる幹部革命家の重要な起点、部隊の作戦戦闘能力と政治的軍事的威力を全面的に固める上で画期的な跳躍の契機になるものと確信し、朝鮮人民軍第1回指揮官政治活動家講習会の開講を宣言しました。講習会では報告がありました。朝鮮労働党中央委員会政治局委員で党中央軍事委員会委員、朝鮮人民軍総政治局長のカン・ウォン・ジン朝鮮人民軍次帥が報告しました。報告では、敬愛する金正恩総書記は朝鮮革命の重大で要となる時期である戦勝デーを迎え、全軍の軍種、軍団、師団、旅団、連隊の軍指揮官、政治委員の大規模な講習会を招集したことに触れ、これには偉大なキム・イルソン主席と偉大な金正日総書記の軍指導の不滅の業績を代を継いで輝かせ、人民軍の根幹である指揮メンバーを高い政治意識と革命的な活動作風、手高い道徳的品性を身につけた党の軍隊の真の軍事政治幹部に準備させようとの崇高な意図が込められていると述べました。講習会では参加者の発言がありました。敬愛する金正恩総書記が講習会の2日目の会議で重要な結論を述べました。2日目の会議では初日の会議に次いで参加者の発言が続きました。会議は党中央委員会の前で自分の活動状況を全面的に総括し、党の軍事路線と政策をさらにしっかり身につけ、任された重い責務を全うしようとの軍事政治幹部の思想的覚悟と熱意が示される中行われました。発言した部隊連合部隊長政治委員は、部隊は戦争の時の英雄の兵士たちの崇高な精神を受け継いだ党中央を守る第一の決死隊に準備させ、一等百の力を培い万端の決戦の準備体制を整えるための活動、軍人生活の改善と大建設で収めた成果と経験に触れました。発言では戦闘政治訓練と部隊の指揮管理、軍人の教育など軍事政治活動での欠点が深刻に分析され批判されました。講習会では党の軍事政策に忠実に従い、戦闘力の強化と軍機の確立、軍人生活の改善の先頭を切っている模範的な部隊が評価されました。金正恩総書記は労働党が示した軍隊建設の路線と方針を実行する上で、目下の人民軍の重大な革命的闘争課題と講習会で議論された問題についての重要な結論を述べました。総書記は結論でまず、軍隊建設史上初めての全軍の中堅指揮幹部の大講習を招集した趣旨に触れました。総書記は朝鮮人民軍第1回指揮官政治活動家講習会は、歴史的な朝鮮労働党第8回大会が示した革命武力の再精鋭化・強兵化の路線と課題を正確に徹底的に実行する上で、各党部隊の指揮官政治活動家の役割を画期的に高めるために招集された。部隊連合部隊長政治委員は、
革命武力の根幹をなす中核の軍事政治幹部で、最高司令部の作戦上の規定通りに部隊を作殺率いて戦う野戦指揮官、野戦政治活動家である。指揮官政治活動家を立派に準備させ、絶えず再武装させるのは、我が党が軍隊の現代化で一貫して堅持する戦略的な方針だと述べました。そして今回の講習会を戦勝令を機に招集したことに触れ、史上初めての挑戦と試練が重なり、一歩一歩強い意志と断固たる決断を持って書き分けなければならない今、何よりも大事なものとして胸に刻みつけ、今の現実に再現しなければならないのが偉大な戦勝の伝統である。革命の継承は単なるバトンタッチではなく、戦いの精神の継承、力強く脈打つ不屈の精神の継承で、いかに歳月が経っても絶対失いだり色あせたりすることなく、もっと強烈に粘り強く継承されなければならないのが戦勝世代の偉大な戦いの精神だと述べました。総書記は結語で、部隊と連合部隊、大連合部隊を強化するための相対的な課題を与えました。総書記は、各級人民軍部隊の相対的課題は、朝鮮労働党の異業に限りなく忠実な不抜の戦闘隊伍に作ることだと定義づけ、これは部隊を朝鮮労働党の思想と指導に絶対的に忠実に従い、絶対的に服従する政治思想の集団に作り、全ての作戦と戦闘、部隊の管理と指揮官兵士の軍務生活を朝鮮労働党の政策と方式通りに、党の意図通りに行うことを意味する。人民軍は党の武力であるだけに、全ての軍事政治活動は当然党の意志と力を表し、党の声と同じで党の要求を実践することになるべきだと述べました。総書記は、人民軍内に党の唯一的軍指導システムを確立するための活動で堅持すべき原則的諸問題と課題について明らかにしました。総書記は、各級部隊で党の政治活動と軍事活動のすべての契機と工程を、党の思想と権威を守り、国家の安全を強める過程に確固と一貫させ、党中央の命令と指示を直ちに受け入れ、決死の覚悟で実行する革命的な軍の規風を確立することを重要なこととして教えました。さらに、指揮官政治活動家が敵対勢力のいかなる軍事的挑発にも能動的に構成的に対応する準備を完成するのに総力を結集すべきだ。これは党と朝鮮革命が人民軍に与えた至上の命令、誰も変わることができず指揮メンバーが命を懸けて責任持つべき勝利の課題である。敵対勢力が反共乱の必要な各種侵略戦争演習を強化し、共和国を賛成打撃できる能力を引き続き系統的に拡大し、軍備を増強している現状は、緊張激化の悪循環を抜本から終わらせようとの人民軍の決心と闘志をさらに爆発させている。全ての軍事政治幹部が党と革命への忠誠心と活動能力、活動の結果を評価される第一の基準は、戦時作戦戦闘任務を正確に遂行できる準備を完成することであることを片時も忘れず、部隊の戦闘力の強化に最大の拍車をかけるべきだと述べました。総書記は結語で、各級部隊が訓練革命の五大方針を堅持し、訓練の熱風を激しく巻き起こすための課題と、人民軍軍人にさらに改善した軍務生活の条件を提供する上での法度となる詳しい問題を明らかにしました。そして軍隊内で思想教育をさらに強める必要性に触れ、社会主義建設に動員された軍人たちに、人民の幸福の創造者、党に対する人民の信頼感を守る兵士、一心団結の砦を築く一つの城壁の石だという誇りを持たせるのが重要なことだ。軍人の間で軍民一致の伝統的な美風を高く発揮させるための教育に励んで、常に人民を実の親兄弟のように尊敬し愛し、人民の生命と財産を命を賭して守るようにしなければならないと述べました。
総書記は消すので、特に軍事政治幹部の資質と水準、責任感と役割を高めることに触れました。総書記は、我が党が望む軍指揮官政治委員は、あくまで朝鮮労働党のような指揮メンバーで、これは朝鮮労働党に限りなく忠実な伝統受け継ぎ、朝鮮労働党固有の巧みな作風と強靭な戦闘的気質を身につけた軍事政治幹部である。党中央への忠誠心は、革命的な党の軍隊側を朝鮮人民軍の指揮メンバーにとって第一の生命根本的な象徴である。部隊連合部隊大連合部隊長と政治委員は、いかなる逆境と試練が横たわっても、永遠に自分の党と思想と意志、運命を共にし、最後のうち一席が残るまで、朝鮮労働党と朝鮮革命のために断固戦う、真の信念と義理を持つ人間になるべきで、敵対勢力がその名を聞いただけで戦慄する、思想の強者、名だたる優勝になるべきだ。軍事政治幹部は、第8回党大会と党中央委員会総会、党中央軍事委員会拡大会議で示された軍事政治課題をいちいちチェックして、寸分の狂いもなく実行すべきで、先頭に立って軍人たちを力強く動かさなければならないと述べました。また、党派性と政治意識は、人民軍の指揮メンバーの品格を規定づけるバロメーターであるとし、軍事活動と党の政治活動でのすべての問題を、党の政策の見地から正しく分析し判断して処理することについて、党の思想と政策をマスターし、党と息吹と方向を一致させるために目的意識的に努力することについて、党の組織思想生活に自発的に誠実に参加することについて明らかにしました。そして、軍事政治幹部が、高い実務上の資質と粘り強い戦闘的気質を身につけることについて述べました。総書記は、指揮メンバー皆が、今の水準と実力の限界点を突破するために、血の滲むような努力を傾け、目標を高く立て、果敢な勇気と奮発力、尽きない情熱と投資で、めぼしい実績を収めていく実践家タイプの軍事政治幹部、実践力の強い指揮メンバーにならなければならない。軍事政治幹部は、党が任せた部隊を全軍に評判の部隊、一等百の戦闘隊伍に作る野心的な度胸と意気を持って、すべての活動をスケール大きく設計し、作戦を練り、それを現実化するために、限りない犠牲の精神、献身的奉仕の精神を発揮しなければならない。軍事政治幹部が思想意志的に人間的に固く団結して、軍事と政治をうまく取り合わせ、革命軍隊の指揮メンバーらしく、巧みな作風と気高い道徳品性を身につけるために、絶え間ない努力を傾けるべきだ。全軍強化で総政治局と総参謀部、国防省の位置と任務は極めて重要だとし、総書記は、党中央が人民軍に示した戦闘的課題を徹底的に実行することに、党政治活動と軍事活動を確固と施行させ、服従させるための法度的問題を明らかに示しました。また、すべての部隊で、王人府第七連隊称号獲得運動と、三大革命赤旗獲得運動をはじめ、いろいろな大衆運動を一層迫力に満ちて進めて、指揮メンバーと軍人の政治的思想的準備と精神的道徳的品性で抜本からの改善をもたらし、部隊の戦闘力をあらゆる面から固めることについて述べました。さらに、朝鮮革命武力の栄えある勝利の伝統は、党の導きに限りなく忠実である、新しい世代の指揮メンバーの不屈の戦いと献身によってのみ立派に継承され発展することができるとし、軍事政治幹部皆が一層奮い立って、全軍に党中央の演出的軍指導システムを確立し、戦争に対応できる準備を完成することと、軍人生活の改善で徹底的な進展をもたらすものと確信しました。総書記は結論を終えて、皆が導き手の我が党、朝鮮労働党中央委員会の周りに一心団結して、栄えある我が祖国の安全と永遠の不況のために、偉大な我が人民のために、
人民軍の強化発展のために、朝鮮革命の新たな勝利のために、力強く戦っていこうと熱烈に呼びかけました。講習会の参加者のための集中講習がありました。講習会の3日目の会議では、戦争の時、近衛部隊の指揮官が示した崇高な闘争精神と気風を見習って、党が示した戦闘的課題を徹底的に実行し、部隊の軍事政治活動を一段と強める上での法度となる諸問題を体得させるための講習が行われました。講習では、指導者を決死の覚悟で守った戦勝世代の統徹した精神を見習って、部隊を党中央を決死の覚悟で守る活動に固めること、祖国解放戦争の時、人民軍軍人が発揮した不屈の祖国守護精神と英雄的な戦闘精神で、いかなる形の戦争にも対応できるよう万端の用意にあること、戦勝世代が生み出した革命的な闘争気風、生活気風が、すべての部隊に満ち溢れるようにすることが取り扱われました。講習では、厳しい祖国解放戦争の日々に生み出された、不屈の革命精神と強い闘争気風を、今の軍事政治活動に具現するための実践的な諸問題に触れ、優秀な部隊の経験が紹介されました。敬愛する金正恩総書記が平行の字を述べました。全軍のすべての部隊を、朝鮮労働党の導きに絶対的に忠実に従い、絶対的に服従する不罰の戦闘隊伍に作る軍事政治幹部の高い熱意が満ち溢れる中、朝鮮人民軍第1回指揮官政治活動家講習会が4日目の会議で7月27日閉校しました。金正恩総書記が朝鮮人民軍第1回指揮官政治活動家講習会の閉校の辞を述べました。総書記は、軍事政治幹部皆が、党中央の構想と意図、自分の意志と任務をしっかりと再認識し、部隊の戦闘力強化で抜本からの転機をもたらす明確な実践方向を見出した今回の講習会は、人民軍の現代化で新たな理定表を立てた意義深い会合であった。軍事政治幹部は、党と革命の要請に即して自分の部隊を導くためには、倍にして奮い立ち献身しなければならない。軍隊建設史上初めての講習会に参加して帰ってきた指揮官政治活動家への部隊の軍人の期待がとても大きいということを常に肝に銘じて、部隊の戦闘準備の完成のために奮闘しなければならないと強調しました。そして部隊長政治委員が部隊を革命防衛、祖国防衛の固い砦に作るという高い目標と強烈な活動意欲を持って、講習会で示された戦いの課題を徹底的に実行して、自分の軍師と自分の軍団、自分の師団、自分の旅団、自分の連隊を政治的、軍事的に一層強化しなければならないと再三念をしました。また、統制鍛錬と収容に力を入れて、思想と精神、活動気風と仕事ぶり、実務能力と道徳品性で抜本からの改善をもたらし、非革命的で非戦闘的な思想観点と作風から完全に脱することについて述べました。総書記は、今の試練がいかに厳しくても、基幹政治活動家が、朝鮮労働党の不屈の革命闘争の精神と意志を持って生き戦うなら、乗り越えられない難関、達成できない目標はないとし、不罰の革命的党の軍隊である人民軍を信じ、全軍の軍事政治幹部を信じて、栄えある勝利の伝統をしっかりと引き継ごうとの我が党の揺るぎない意志を表明しました。金正恩総書記は、軍事政治幹部皆が党の軍隊建設に関する重要思想と今回の講習会で示された課題と方法を胸に深く刻み、奮励努力して部隊の戦闘力強化で画期的な進展をもたらすものと確信し、朝鮮人民軍第1回指揮官政治活動家講習会の閉校を宣言しました。偉大な金日成主席の創業27周年に際して、世界の進歩的な人々が主席に心からの敬意を表しました。
ロシア、ネパール、シリア、カンボジア、ドイツ、ルーマニア、スイスなど多くの国の党首と社会をはじめ社会各界の人から敬愛する金正恩総書記に伝文と手紙が送られました。キム・イルソン・キム・ジョンウン基金理事会共同理事長と名誉副理事長理事名誉理事イタリア国際グループ理事長コロンビア朝鮮友好協会会長中国都庁昭和国際文化交流センタースイス朝鮮委員会など各国の人と団体そして海外に住む史跡にゆかりのある人たち国際機構の中朝代表部からの花籠がマウスの丘の偉大なキム・イルソン主席と偉大なキム・ジョンル総書記の銅像に捧げられました。また中朝、ベトナム、ラオス、特命全権大使と大使館員が主席と総書記の銅像を訪れて敬意を表しました。ネパール、マルクス・レーニン主義共産党中央委員会書記長セネガル、大統領政治特別顧問をはじめ各国と地域機構の人が朝鮮の在外総統に訪れ太陽のように明るく微笑む主席と総書記の写真、共にいる主席と総書記を描いた美術作品に献花し、敬意を表しました。中国、ロシア、インドネシア、インドなど各国で、主席の業績についての討論会と講演会、映画会、写真展など、政治文化の催しがありました。主席の逝去日の7月8日を前後にして、世界の多くのジャーナリズムが、主席の聖なる革命活動の歴史を広く紹介しました。第7回全国老兵大会の参加者が大会を前後してヤンドク温泉文化休養地で楽しい日々を送りました。一行は貴賓として特別の歓待を受けました。休養地の長い歩道を歩きながら新しい景観を満喫し温泉峰の松林の中にある屋外温泉場と数十の個別浴槽からなる屋内温泉場で立ち浴びもし、薬草入りの湯にも浸かりました。各地の運動器具や娯楽機材がある総合サービス施設など、休養地の各所は、親切なサービスの中、楽しいひとときを送る三線老兵でにぎわいました。三線老兵たちは、多彩な公演を披露した中央芸術団体の芸術家とともに戦時歌謡を歌い、民謡に合わせて踊りにも興じ、若返った姿を写真に収めたりしました。休養期間誕生日を迎える、平壌市、新義州市、歓迎市、ハムフン市、南浦市と、雲仙郡、プンソ郡の三線老兵たちに、誕生日祝いのプレゼントが贈られました。科学工業部門で成果が収められています。そんなの資料連合企業所では、技術のレベルアップと設備のスタンダードが管理に励んで、製品年度の肥料生産の高い成果を達成しました。ナムフン青年科学連合企業所では、設備の大保守を質的に行い、新技術を取り入れて増産に励んでいます。平原南道の各炭鉱の30個の青年作業班が、2年分年間の人民経済計画を繰り上げて達成しました。スンチョン地区青年炭鉱連合企業所のチュンソン青年炭鉱のカンホヨン青年作業班、キムヒョク青年作業班は、交代あたりの葉っぱ回数を増やし、次の交代を手伝う運動を活発に展開して、1日の屈伸の実績を前より倍以上に引き上げ、2年分の人民経済計画を一番先に達成しました。プクチャン地区青年炭鉱連合企業所、トークチャン地区炭鉱連合企業所、トクチョン地区炭鉱連合企業所などの多くの青年作業班も、年間の屈伸計画を繰り上げて達成しました。青年たちは連続選考、連続発破を行い、ステージの運搬を追いつかせて、連続発破を上げています。以上で、この時間のニュースを終わります。担当は大ユンスクでした。こちらは朝鮮の声放送です。私と私たちの他、私一人では力に余ることでした。私たち皆の知恵と情熱によって収められた成果です。これは平壌革靴工場の従業員がよく口にする言葉です。
数年前まで工場の従業員は新製品の開発といえば一部の技術者に限るものと思っていました。しかし近年行われた全国履物展示会は工場の従業員を発奮させました。他の工場の製品に比べれば、また人民の厳しい評価はそのまま、工場の新製品の開発が高いレベルで行われていないことをそのまま示していたのです。工場では新製品の開発に皆が取り組むよう従業員に働きかけました。毎月職場別に行われる品評会は生産者の意欲を燃やす重要な契機となりました。技術者はどの生産者のアイデアが新しく人民に好まれるものなのかを具体的に検討し生産に取り入れました。これとともに技術者と作業班長、熟練工の協力を深めました。その過程に工場の新製品の開発は5割増に早まり、光沢剤生産工程と革の副産物を利用した糊の生産方法も完成しました。主任技師のパクユンチャンさんのお話です。テラスに1号ほど浮かんでいる技術者で運動へと、これまで一部の技術者に限っていた新製品の開発ですが、今は技術者だけでなく従業員皆が加わっています。今平壌革靴工場で生産される翼の意味のナルディブランドの革靴は好評を博しています。人民が好み、工場を代表する有名ブランドの製品は技術者や一部の生産者の努力の結果でなく、従業員皆のクリエイトによるものです。ここに私と私たちという2つの単語の差があるのではないでしょうか。私と私たちの差、交代してお話しました。